ヘッドライン愛媛、ピカピカの1年生誕生です。満開の桜の下、保護者らと記念撮影する姿が見られました。今日は県内ほとんどの公立小学校で入学式が行われ、9400人余りが新たな一歩を踏み出しました。新入生代表は、より深い知性と広い視野、豊かな人間性を育み、社会に貢献していけるよう努力してまいりますと宣誓しました。愛媛大学の入学式が今日行われ、学部と大学院に合わせておよそ2500人が入学しました。去年1年間に JR 四国管内で発生した踏切事故は10件で、7人が亡くなっているということです。春の全国交通安全運動に合わせて、松山市で JR 四国の社員らがドライバーに踏切内での事故防止を呼びかけました。週末行われた明治安田 J リーグの結果です。 J2 愛媛 FC はファジアーノ岡山と、 J3 FC 今治は AC 長野パルセイロと対戦し、いずれも劇的なドローとなりました。